は自分でね、作曲したこの曲を、耳コピしました、耳コピ。耳コピして、音でね、これはどうみたいな。間違えちゃった。書き起こして、やってるから、もしかしたらどっか違うとこもあるかもしれないけど、最初ね、鼻歌をね、まずね、iPhone の録音で撮ったわけよ。鼻歌を。なんのの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 、しかもなんなら今回僕2曲作ったからね、2曲。2曲作ってどっちにしようかなって考えた末に、選ばれたのがこちらの、ちょっとポップで元気な方でした。そうなの。楽譜とか一切書かない。楽譜なんて書けるわけねえじゃん。たまにあのさ、楽譜が読めない人がさ、楽譜なんてあれ、おたまじゃくしにしか見えないって言うけど、僕も結構おたまじゃくしにしか見えてないから、この音楽の授業での知識ぐらいしかないからね。みんなも音楽の授業で習ったじゃん、これはどうみたいな音符のやつ。それ以上のことは、それ以上のことは僕にはできません。それ以上のことはわからない。でも音楽はね、音楽の授業は楽しかったから、なんとかなるはず。このピコピコ音がさ、ゲームの、ピコピコ音みたいなのがさ、いいでしょ？ちょっとなんかペコーラ先輩のタヌキチっぽさもあるじゃん？で、16、14、ここ18。かなたんの折り曲ってこと？まあ、そういうことかな。僕が作曲したから、僕の曲かな？著作権、あまねかなだそうかな？そこはちょっと主張させていただきましょうかね。作曲者、かなだそうで。歌詞がついたら、そこは作詞者と。こうなるか。ちょっとみんな聞いてみる？ちょっと言ってみる？ちょっとこれ合ってんのかな？ではちょっと早速流してみたいと思います。でもケミストリーなんでしょ。可能性あるから、ほんとケミってる可能性あるので流してみましょう。ちなみに僕が作ったのは、ちょっと待って。聞こえるかな？ iPhone で録音した僕の声。どう？ねえ。これどう？マリオ？マリオっぽい？え、嘘？これどうよ？え、でもまんまマリオではないでしょ？どう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 ？どうよ？え、マリオに完全一致してる？え、嘘でしょ？それは嘘でしょ？まんまではないと。あ、じゃあいける、じゃあいける。僕そんなにマリオやったことないから、それは他人の空にだよ、他人の空に。それはいけると。あのね、もう少しずつ奪っているの、もらって成長していってるわけよ。だからこれはこれでいいわけよ。え、最初のゴーンがマリオっぽい？そう言われるとなんか、